脱初心者ライブ 2D アニメーションのコツということで、ライブ 2D でねアニメーションとかモーションをつけてみようっていう時に、まあ、どういうコツをね押さえていくといい感じのモーションアニメーションが作れるかっていうので、内容の方を詳しく見ていくと、ね、モーションにこう作り慣れてない方は結構よくある3種類のパターンがあるなと助手は思いまして、1つ目が通常から最終ポーズのモーションで、次が最終ポーズがないモーション、往復して元のポーズに戻ってくるものですね。あとは2つ以上の動作が混じっているモーション、まあ、当然難易度も高いかなっていうところですね。この3つを今回はご紹介していきたいと思います。ではまずは、喜ぶ動きなんですけど、どうですかね、はい、ちょっとぎこちなさみたいなの感じますかね。でこれが滑らかに作った場合どうなるかというと、こういう感じですね。お、滑らかです。これが、通常から最終ポーズのモーションという感じになってます。モーション作ってみたいけどちょっと慣れてなくて何から始めればいいかなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、これから挑戦してみるのもおすすめです。こういうモーションを作る時のおすすめとして、最初と最後を決めてしまうといいっていうのがありまして、まあ、最初にはまず一列打っちゃうっていうのがここからスタートがいいかなと思います。そして、次にポーズなんですけど、結構ポーズを作る時はこのモデリングの画面あると思うんですけど、ここでこうポーズを作ってもいいです。皆さんがこのモデリングの画面でこういうポーズにしたいなっていうふうに決めていただいたら、パラメータ値をコピーしていただくと、このモデリングの今この撮っているポーズ、これが全部コピーされるので、はい、こっちの画面に行って、例えばじゃあこのフレームのところにパラメータ値を貼り付けと押していただくと、このポーズが貼り付けられるっていうことになります。もう一個慣れてない方におすすめのやり方があって、これが最初のキーをコピーして今ここにもう一回貼りました、一列に。最後のキーをまたコピーして、まあ、そうですね、だいたいこの辺に貼りました、まあ、意味合いとしてはこの区間が動くってことになるんですけど、これをやっていただくと、例えば動き終わり Z の値がここだよってなった時に、ここを遅らせたいなと思った時に簡単に遅らせることができますね。だからじゃあ作っていくんですけど、まず初めには体の大まかな動きから作っていくのがおすすめです。今回は Z から作っていこうと思います。こう一度逆側に行ってから行きたいかなって思いますよね。反動の動きというか、今勢いをつけるための動きって感じですかね。向かって右側に傾きたいので、左に行ってから右に行くにしていただくと、まあ、結構これでもなんかそれっぽい印象になりません？で、まあ、これにさらにこう細かな動き出す前の力を貯める動きとか、それを足していくときにはグラフエディターに移っていただく感じですね。まあ、今真ん中にこうマイナス10って打ったのでこういう形になってますね。このマイナス10っていうのはかなり左に大きくいってますよね。なので、まあ、逆に言うとですね、その前にさらにまた逆に動かしたいっていうのはあるんですよね。右に行くときは左に行くんですけど、その左に行くときにまたさらに小さく右に行くっていう逆の動きが先に入るとそれっぽくなるっていうのはあります。まずはちょっとゼロのキーを手前に増やしていただいて、左に行く前を逆に動かしていきます。するとどうなるかというと、一旦グッと右に行ってから左右ってなるっていう感じですね。はい、最後この動き終わりもですね、ちょっと滑らかにしたいなっていうのがあります。なので数字が変わりましたけど、先ほどとまあ話していることは同じで、ここもこうキーをコントロールをしながらクリックとかで増やしていただくと、最後のこの終わり際を滑らかにすることができます。で次に X ですね。 X についてもまあ同じですね、最初から最後のポーズになっているんですけど、 X は今回はどういう感じになっているかというと、ちょっと逆側に動いてからまた穏やかに動き終わりになっているっていう感じですね。で最初だけ逆側に振ってるんですけど、はい、まあ、本当ならこの右向きを向いてるはずですよね。なんですけど、これあえて逆に打っているのは、この Z に動いたのに X が遅れて元の位置にまだ居続けようとしてるみたいな感じって分かりますかね。あ、感性の法則ですねそうですね。アニメだとこれを残し表現っていう風に言ったりするんですけど、残るような動きがつけてあります。